今日は渡辺さんがキックサーブを打ちたいって言うんで指導したいと思います。指導されたいと思います。あーいやテニスコーチチャンネル。渡辺さん、そもそもスピンサーブ打てるんですか？スピンサーブね。スピンサーブね。スピンサーブが打てないとやっぱキック打てない。結構右に上がっちゃうんですね、トス。まずはトスを後ろにしてスピンをかけるとこからやっていきます。あ、そうそう、せめてそれぐらいじゃないですか。お、いいね。これぐらいトスが頭の方に行かないとスピンサーブにはなりません。スピンサーブは大丈夫ですね。ドーピング検査もクリアしている。安心安全な筋肉回復サプリメント、アスリン、送料無料は世界でテニスコーチチャンネルだけ。じゃあキックサーブをやるには、今のスピンサーブに横の回転が入んないといけないんで、もっとこっち側を取んなきゃいけないから、まずは渡辺さんのスタンスをこうマッケンローみたいに、なるほど、超クローズドにして今と同じ右に振るスピンサーブを打つ。右に振るスピンサーブを打つ。これでやってみましょう。まず打ち方は一緒。打ち方一緒です。ただクローズドにするだけ。かなりクローズドにしてマッケンロー。はい、ちょっともうちょいトスが後ろっすね。あ、ちょっとスライスっぽく。あ、そう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 。おお、できた。ちょっといい感じ。もっとクローズドでいいですよ。はい、あとちょっとかかってますけどね。トスがやっぱ結構右っぽくなっちゃうんで、もっと後ろ、もうちょい頭の真上ぐらいクローズドにしてくださいよ。そう、おお、今はうまかったですね。おお、ちょっとスライスっぽいな今。おでこの上ぐらいまでトスをいってください。おでこの、できるだけクローズドにして。あ、そう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 、そうしないとやっぱり右にいいから、あ、そう、それぐらいクローズドにしますよ。それいいんじゃないですか。右に跳ねてる？あんまり跳ねてないですまだ。そうやってクローズドにすることでいつもより体がこっちにひねれるんで、こう内側がこう取りやすくなりますね。で、こうやってクローズドにすることで内側を取る、内側を当てる癖が、あー、おい、あー、おい、ボールの、そう、ここを触るの、そう、そっち側を取るイメージだから体をひねんなきゃいけないんですよ。なるほど、こっちに。お、そうそう、お、すげえ、横の網に当たった。こっちにちょっとトスが右かな。ちょっとダメだな。そう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 、お、これいって、それぐらい後ろ行かないとダメですよ、トス。そうできる、ちょっとこっちを。あ、そうそう、うまい、来た。でもあれだとさ遅いじゃん。大丈夫です、ちょっと待ってください。まず遅くてもいいから、そこで、そう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 、ちょっとね、渡辺さんやっぱ体がこう開いちゃうと右に行かない。もうちょいこうクローズドスタンス頑張る。体残せばいいのね。そうそう、残した方がいいですね。体がこうやって回ってきちゃうと、ああ、それだとスライスになっちゃう、はい、ちょっとスライスっぽくなっちゃう。体がこうやって回ってきちゃう。もうちょい体の開きを残して、これぐらい体の開きを抑えられると右に跳ねてくれます。いいねとチャンネル登録お願いします。そうそうそう、
ナイス。これ右行った。今よかった。いいじゃないですか。おっしゃ、いい感じです。で、理想の感じはどうなんですか？理想は、今ので、はい、試合で使えるぐらいのスピードが欲しい。おお、なるほど。スピードをね、出すのは難しいんですけどね、渡辺さん、ちょっとね、後ろ体重でこう、残るイメージがあるんで、ちょっとね、渡辺さん、極端にやると、こういう感じなんですよ。残そうとしてるからね。これがもうちょい。なるほど、前に行きながらあれをやればいい、はいはい、こういうイメージですね。僕はでも上にジャンプしてるイメージが強いですけど、おお、そう、そのぐらいのスピードが欲しい。まず足使って体を戻さないとです。それトスが甘いっすよね。それもトスがちょっと甘いから。あ、でもさっきよりスピード出てる。さっきよりスピードは出ましたけど、ちょっとキックという観点で違う。あ、そうそう、そこ、そう、おい、そうおい、これだ、これ今よかった。今のならね、試合でもね、そうっすね、ちゃんとかかれば振っていけるんで。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしています。そう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 、これだな。そうっすね、もうちょい右に体戻したいですけどね。右に体戻す、こっちに倒れてるんで上にジャンプして、こう左に行かないでほしいです。なるほど。あ、そうそう。あ、惜しい。ちょっと変なとこ行ってる。いや、惜しかった、今。ここに上がるのに、体をこう戻して、ジャンプしなきゃいけないからきついんですよ。こっちに行くと、こう倒れやすいじゃないですか。これはいいんじゃないか？そういうことか。はい。もうちょい、そう。前後に動かしちゃダメなんだ。これもトスが甘いです。もっと後ろか。後ろにすると重心がずれんだよな。だから戻さないといけないですよ。戻さないと。戻すの？そうっすよ。戻さないと右側に行けないんで。お、ちょっといい感じ、いい感じ、いい感じ。それはダメだ。このちょっとトスがずれてる感じわかりますかね？ここの辺で打ちたいです。ここの辺で、はい。脱力できて、こうやって肘がちゃんと下がればそこで打てるはずなんです。渡辺さんだってサーブもともと速いんで、ちゃんと下がるじゃないですか、ここは。だから背中の方に行かなくても、上向いた時のおでこの上ぐらいまで、ここからこう当てないといけないんで、はい、なるほど。そうそうそう、おい、お、今ちょっと右に入ったけど、今良かったっすよ、スピードも結構あった。それダメ。おし、おし、おー、いいね、いいね。おー、結構キックしてますね。これいい。おし、おし、おし、キックはいいっすね。疲れた。疲れますよね、スミスさん。テニスコーチチャンネルをね、見てる人ならわかると思うんですけど、スピンサーブも下に振るってやつ昔出してるんですけど、見てくださいね。ああ、お、体がこっちに行ってないと思うんですよね。ああ、今キックはね打ててるんで、スピードは出そうと思ったらスイング方向に体重移動するのと、下にブワッて、結構体がきついっすよね。きつい。インパクト時の体の開きはだいぶ抑えられたと思います。スイング時も横向きがうまく保てるようになっています。右足が左足を超えてしまうぐらい体開いてましたが、開かなくなってきてます。どうでしたか？キックサーブってやっぱ憧れますよね。渡辺さんみたいなこうベテランでもこう試合で使えるキックサーブが打ちたいんだっていう、この向上心がやっぱり素晴らしいと思いません？渡辺さんやっぱりスピンサーブは打ってるんですけど、キックサーブはこう苦手だったということで教えてほしいということだったんですけど、内側を取るためにやっぱり少しクローズドスタンスにしたりして体の開きを抑える練習をしたんですけど、やっぱ少しまだね後ろに残っちゃったり体が開いちゃったりってのもあったんですけど、
右に跳ねさせることはできたかなと思います。まあだんだんこううまく当たるように右に跳ねるようになってきたら、もっとこう下に早く振ったりとか体の戻しを使ったりができると、よりいいサーブになるんではないかと思います。やっぱ練習は裏切らないんで、こうコツをつかんだら何回も何回も繰り返しやることが大事だと思いますんで、皆さんも諦めずに頑張ってください。このやっぱ自分のね技術を高めたいということで、自分より年下の僕に教えをこうというこの謙虚さを私も見習いたいと思います。それでは、だいたいいつも調子に乗っている私でございますが、これから謙虚に参りたいと思います。引き続きテニスコーチチャンネルをよろしくお願いいたします。わざとらしい。誰かのために親身になって、その人が幸せになったら僕も嬉しいです。頑張ります。テニスコーチ最高だ。じゃあねー。